はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、恐竜デッキをですね、久しぶりにちょっと組んできました。これなんでかっていうと、ビシバル君が禁止になって、先行ワンキルができなくなっちゃったんで、なんか恐竜デッキちょっとこうなんかどうしようかなと。本当は先行ワンキル作ってたんですよ。ビシバル君なくなっても先行ワンキルできますっていう動画にしようと思ったんですけど、先行ワンキルする前に前半ですするルートができまして、今日はちょっと前半ですしていこうと思います。先行で恐竜って、ね、正直ね、マジで何でもできるんですよ。展開力すごいし、あと言うてね、なんかその環境デッキがちょっと弱くなるじゃないですか、制限で。まあスプライトまだ全然強いとかあるけど、ちょっと弱くなるってことは、まあなんかその環境には入ってなかったデッキもちょっとだけその上がってこれる可能性はあるなと思ってて、まあ恐竜デッキもなんか、まあ、強いは強いんでね、ワンチャンあるかなとは思っていて、で恐竜デッキは本当に展開力がすごいんですね。卵をめちゃくちゃ叩き割って恐竜いっぱい出してこれるので、なんかまあ手札ちょっと2枚コンボとかなっちゃうんでね、そこら辺が難しいところではありますけれども、コンボ枚数的には割と少なく、しかもなんかサーチカードがあるからね、まあ少なく済むかなと思ってるんですよ。でこの辺のカード叩き割って、今日はね、一旦にね、5枚のカードをね、相手の手札をね、捨てるまたは除外できるコンボ、これをね、ご紹介していきたいと思います。はい。まあ、これは、展開ルートは動画見ていただければわかるんですけどね。ちなみに、前半です、できない場合は制圧してくるという。まあ、だから、先行案件できない場合は制圧してくるみたいなできなかったじゃないですか、恐竜デッキって。で、まあ、それと同じような感じで、まあ、前半です、できないんだったら、もう、じゃあ制圧するわという。まあ、切り替えができるのも、このデッキのいいところかなと、はい、思ってますんで、ちょっと、見慣れないカードがね、恐竜デッキではあんま見慣れないカードが、入ってるかもしれませんが、この辺のカードを使って、頑張って判別していこうと思ってますんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。これハンド強っ、びっくりしちゃった。これハンド強っ。クシャトリラフェンリル特集。こんにちは。さあ、クシャトリラフェンリルの効果を発動。まあ、フェンリルは、まあ、新環境の挨拶と、言われていますからね、今ね。これが挨拶の環境、やだな。さあ、ベビキナサウルスを手段加えていく。なんもねえな、相手。原始のミセラサウルスの効果を発動。ミセラサウルスの効果によって、このターンメインフィール中に恐竜の、フィールド上の、ね、恐竜さんは相手の効果を一切受けないという効果が、付与されまして、でアルゴで卵を爆破していく。そして、卵が爆破された場合の効果を発動。卵が爆破されるとデッキからレベル4以下の恐竜族モンスターを特殊召喚できるので、これで、オビラプターを特殊召喚で、オビラプターの効果を発動、恐竜族モンスターをサーチで、これでもう一回卵を持ってくる。恐竜ってのはね、卵が2種類いましてね、ベビキラとプシャノってやつがいるんですけども、まあ、この2体が破壊されるとデッキから、リクルート効果が発動できますので、まあ、これをね使い回していくことによって恐竜族デッキっていうのは展開伸ばしていくというデッキなんですが、まあ、とりあえずこの卵が爆破されると、プチアノは上級レベル4以上、上級でもないね、レベル4以上で、ベビキラは、レベル4以下のモンスターを特殊召喚するということができます。これによってデッキから、ベビキラはベビキラを出してくることが可能とね、いうようになっておりまして、で、スクラップモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚、あらろスクラップラップワイボーン。あ、ちなみにこいつがね、恐竜族じゃないんですよ。なんで、ね、こいつはね、普通に受けます。ムルゲン法要とかそういうカード。はい。で、ワイバーンの効果、スクラップが破壊されると、デッキからリクルート。で、ワイバーンの効果によって、デッキからスクラップをサーチ。で、スクラップサーチながら、ワイバーンの効果で、スクラップ出しながらフィールドのモンスターを破壊するという効果。で、キマイラ持ってきて、で、ゴーレムを特殊。で、ゴーレム特殊して、ベビキャラ破壊。で、ベビキャラ効果。卵くんのね、効果は対価のカードすぎて一切単一点がないということは有名ですね。で、スクラップゴーレムの効果、自分の墓地からスクラップモンスターを一体特殊召喚できる。で、ラプターを蘇生で、レベル4のジャイアントレックスとアルゴザウルスにラプターをチューニングするとレベルが9なので満足に勝たせる。さあ、まずは1チャンです。手札を1枚除外してもらうぜ。おい、あ、スプライトですね、オッケーです。スプライティング、スプライ、スクラップキマイラを召喚。で、召喚成功時、スクラップモンスター一体を特殊召喚できるので、これでラプターを特殊召喚。
で、レベル9シンクロが可能となっておりますので、これで、おじさんを出しまして、緊急指令、緊急指令、そなた手札を1枚捨てなさい。ダブル X セイバーガードウズを特殊化し、効果発動、自分をリリースすることによって相手の手札を1枚捨てさせる。使ったったら、まあ、あの墓地へ送られてもね、多分効果発動するカード暗黒くらいしかないんで、まあ、大丈夫かなといったところですね。さあ、ここでね、みんなアルコンを出すのが普通、まあ、アルコンかあのゴアトルスかと思うんですけども、これレベル9出しましてですね、で、除外されたジャイアントレックスが蘇ってくる。で、レベル9のモンスターに対してオーバーレイディットアークを構築、エクシーズ召喚。あんま恐竜デッキに入ってるのは見ないですよね。エンタープラズニルを特殊化していく。で、エンタープラズニル効果、オーバーレイディットを1つ使って相手の手札を1枚ゲームから除外していく。ゴー !OK! オルカのマイス OK。で、レベル4のモンスターに対してオーバーレイ、エクシーズ召喚、時知らずのデュガレス。これデュガレスのね、ちょっと蘇生効果使っちゃうんで、メインフェーズ1がスキップされちゃうんですけど、次のターン。チョコだけちょっとね、残念ではあるんですが、まあ、しょうがないかなといったところですね。で、2体のモンス、オーバーレイユニットを使って、自分の墓地からスクラップゴーレムを特殊召喚していく。で、スクラップゴーレムの効果、自分の墓地から、スクラップモンスターを特殊召喚できるので、これでラプターをもう1回特殊召喚。そして、もう1回レベル9シンクロができますので、フヤ城を出していく。こちら特殊召喚に成功したときにレベル9のモンスターを特殊召喚できる。よってガードルズよみがえれ、緊急指令、緊急指令、手札を1枚捨てなさい、効果発動。さあ5分の4は捨てなさい。スターター強い、相手反応強。そして、カード名が異なるモンスター3体をゲームから除外することによってレベル9のモンスターを特殊召喚、まらわら兵庫流トリシューラ、レベル9のモンスターに追われた心地くエクシーズ召喚、あらあらよ、エンタープラズニル、フォーカスオーバーライオンを1つ使い、相手の手札1枚ゲームから除外していく。あ、鉄スプか、なるほど、強えな、ハンド強かったら相手めっちゃかわいそうに、なんかめっちゃ強かったのに、ハンド相手キットオロマイスターターチットとかブリューとかマジ強えじゃん、ハンドやばすぎ。まあ、全部なくなったけどね。フラットかわいそう。一応一枚ショット引いたのにな。一応一枚ショット引いたのに相手。これが現代遊戯王か。いや、フェンリル君マジで優秀だな。フェンリルマジで優秀だわ。本当に素晴らしく優秀ですわ。さあ、フェンリル特殊召喚成功値効果、あ、成功じゃねえや、サーチ効果発動、なんかあるね相手。さあ、まあ何らかの誘発は握っているといったところ、まあ、一応ね、誘発はまあどこ打たれるかちょっと分かんないですけど、まあ打たれてから考えればいいので、まあ普通にそのいつものムーブをしていけばね、大丈夫かなと思いますね。ミセラサウルスっていうことに加えていく。で、ミセラ効果発動することによってもうこれでメインフェーズ中に恐竜くんが何も効果を受けなくなるよと、フィールド上のね。で、ミセラサウルスをゲームから除外、まあ、ゾウジーだったら多分これ投げてくるとは思うんですけども、なんでしょうね。あ、ガンマですか、強っ、なるほど、ガンマ最強じゃん、なるほどね。これ多分前半デスムーブは無理かなと思うので、ちょっと制圧ルートに切り替えるしかないかな。で、フェンリル効果は当につかなくてもいいね、どうせあいつ除外されるから。さあ、アレゴザウルスを召喚してアレゴザウルスの効果を発動、卵を叩き割っていく。で、卵を叩き割った場合の効果を発動して、究極進化を持ってきながら卵の効果により、これ何で知ればいいんだろうな、これ召喚権使っちゃってんですよね、ちょっとそこが若干、難しいところではありますが、レックスなんかな、まあ、ちょっと一応ね、レックスを蘇らせるムーブした方がいいと思うんで。いや、これ卵ね、オビラプターで割れないから。ちなみになんかフェンリルの強いところはね、恐竜族以外を用意することもできるわけじゃないですか、サイキック族なんで、ね、それもめっちゃ強いですね。その究極進化以外のコストをちゃんと用意してくれるっていうところもなんかめちゃめちゃ強いところではあるね。で、ジャイアントレックス
と、フェンリル、これです。これができるんで、これがめっちゃ強いですよね。ちょっと盤面弱くなっちゃうんで、魔法トラップ向こうを一回つけといて、で、モンスター効果向こうドルか立てとけば、まあ大体なんとかなるかなと思うんですが、ジャントレックス戻ってくる。ちなみにエクストラデッキパンパンすぎて、なんか余計な判別するためのカード入ってるんで、なんかライケアとかも本当入れたいですけど、ちょっと入れる枠がありませんでした。しょうがないかなと思ってるんですけど。さあ、とりあえずですね、相手手札5枚で、一応魔法トラップカード1回向こう。で、モンスターが2回向こう。で、攻撃してくるときリンクリボードでリリースして攻撃を0にするっていう効果と、シャドラフェンリルがいるって感じですね。あー、なるほど。そいつはフェンリルで除外することができるんで、全然大丈夫ですね。お、効果破棄か。うまいな。効果破棄か、これ。フェンリルキア効果破棄。まあ、どれかでもいいんだけどね。まあね、フェンリル結構めんどくさいと思うんだよな。あ、レッドね。あ、オッケーオッケー。全然いいよ。まあ、どれかがあるんで、まあ、モンスター効果向こうは立てられるんで、2回ともね。2回モンスター効果あるんで、向こうが。どれかって単位制限ないんですよ。だから、素材の数だけ打てるんで、あー、なるほど。アーゼウスか。まあ、ゼウスもドルカいるから大丈夫だと思うな。はい。で、セイントリア攻撃してくる、リンクリボ効果でリリースする。で、攻撃力0になる。で、セイントリアは戦闘で破壊されない効果は発動する効果じゃないから、普通に特攻して、ダメージ受けて、多分ダウナードアーゼウスですね。まあ、多分ね、ドルカがいるから大丈夫だと思います。はい。ドルカって効果無効2回打てるんで、まあ、どんだけ素材と重ねられてもアーゼウスの効果2回、まだであれば無効にできるから、まあ、今のところまあ別に問題ないかなと思うんですが、さあアーゼウスいいでしょう。さあとりあえずロボット乗り込んでいく。でまあでもアーゼウスってことはもうそうですね、やることがないと、やることがない。今効果を使ってもらう。キャッシーめんどくさいな。でもそのキャッシー出してくると、キャッシー出してくるとこれフェンリル君か発動しちゃうんじゃないかな。フェンリル発動して、まあ今だったら別に対象取れるので、これ対象だと別にいいんですよね。処理しましょう。まあアーゼウスはほっといても同じなんで、ドルカがいるからね。ドルカが睨みを利かしている限り、アーゼウスの効果が通ることはありません。どっから行くかな。まあとりあえずオビラプターから行くか。オビラプター召喚してミス、卵持ってきてミスラ効果で割ってみたいな感じかな。ビビケラ持ってきて、で、ミセラ打って、ちょっと盤面埋まりすぎてんだこれ。ミセラサウス効果発動して1だね。アルゴザウルス持ってもできないから、アルゴザウルスちょっとあれだな、ちょっと盤面埋まりすぎてんだこれビビキラの効果ちょっと発動できないこれ。まあいいか。これリンクリボリリース趣味なもんな。で今叩き割る、あーでもこれ叩き割る説もあるのか一応。あでもそれ結局進化薬が手に入るのはどっちも変わんないからあんま関係ないな。やべ、盤面が上手いすぎてて、ね、ちょっとなんか上手いこと展開できないな。結局進化薬持ってくる。でビビキラ効果強制発動するけど出せるゾーンがない。リンクしといて行かないといけないとかはあるけど、まあでもリンクしなくても勝てるか。これなんなら殴ればいいのこれ。どれかいるんで大丈夫ですね。バトルフェーズ、まあ、とりあえず攻撃宣言時フェンリルの効果によって相手のアーゼウスをゲームから除外していく。でもアーゼウス効果使うしかない。呼ばれるユニット2個使う。黙れ黙れ黙れ。でまあアーゼウスもう一回使うしかない。はいはい。で黙れドルカ強すぎドルカ強すぎこいつも単一制限ないのでね、単一制限のねえモンスターには単一制限ねえモンスターぶつけるしかねえ。バカうおー、攻撃宣言は続行します。これがね、まあ、一応全判別できなくても、まあ、恐竜のパワーがあればどうとでもなるという話でございました。対戦ありがとうございました。恐竜デッキってやっぱ先行は強いな。あーはい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 、あ悪くないですねこれ。これ悪くない。まあゾージーとかはケア全然できないんだけど、まあ悪くはない。
まあ、だミセラサウルス普通に向こうにしたら止まるか。普通にウララが重いな、まあ、一応究極進化ができるけど、あ、なんもなさそう。なんもないのはでかすぎる。アルゴは無限もない。なるほど、これはいけるな。じゃあ前半です行きましょう前半です行きましょう。ちなみにこのデッキの弱点なんですけど、前半です一応決まるんですけど、その盤面めっちゃ弱いんで、トップ引きされるとワンチャン返されるっていう、まあ、そこだけかな。おい、あー、なんか変なカード入ってた。結構ネオスペースコネクターとか弱けのわからないカード入ってるぞこれ。どういうことやこれ。とりあえずね、究極進化打ってればよかったんですけど、まあもう打っちゃってるんでね、前半でするために、まあ、とりあえず一枚衝動引かれるとないだろう。あー、やばい、将来神はやばい、やばあれ俺前半でしたよな。なんかやばいこと起きるぞこれ。やばい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 、あかん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 、ちょっと待って、マジでやばい、やばい、うわ、やばい、マジで終わったかもしれねえ。ちょ待って待って待って、マジで言ってる、マジで言ってる、ライフ残んないの俺これ。手札1枚からこの盤面形成されて俺ライフ残んないのやばすぎだろおやばすぎだろこのデッキ。何が規制だよ、行かれてるって。現代遊戯王マジで神ゲーだな。